俺の名前はトム。俺は今とあるビルの前にいた。ここが会員限定、筋肉のことしか考えていないモンスターばかりが集うジム。ついに来ちまった。なぜこんなところに来たのかというと、きっかけは俺の試合成績の悪さだ。念願の野球選手になったはいいものの、チームの足を引っ張ってばかり。トレーニングルームでは屈強な人たちが必死に己を鍛えていた。おお、さすがモンスタージム。これならモチベーションも高まる。頑張るか。しかし、トレーニングをしているのは屈強な男たちだけではなかった。やっぱきついね、スクワット。こらこら、弱音吐かない。ほら、一緒に頑張るよ。なるほど、ああして友人と通話してトレーニングをすることもあるのか。確かにあれならやる気も高まるし続けやすいだろう。さすがだ。オッケー。千三、千四。千？油断していた。ここのジムがそういう化け物たちの集まりだということ。まあ普通にしているし大丈夫だろう。ちょっとトイレ行ってくる。というか、1000回超えのスクワットのテンションじゃないだろう。しかし、それからしばらくしてのことだ。ギャー！何これ、おしっこの色おかしいんだけど。尿の色？まさか、まずいかもしれない。おい、あんた、聞こえるか？動けるのか？動けない。助けて。待ってろ、今行く。お客さん、あんた大丈夫か？ここ女子トイレなんだけど。いや、今あんたはやばいだろう。とりあえず医務室行くぞ。そのまま彼女の状態は悪いままだったため、救急車と共に病院へやってきた。あんたよく判断できたな。尿の色がおかしいってだけで。一応スポーツ選手だからな、体のことはある程度わかっている。彼女は黄門菌誘拐症になっていた。命も危なかった。聞くところによると、彼女は先日も1000回超えのスクワットに取り組んでいたらしい。黄門菌誘拐症は過剰な負荷が筋肉にかかった時に稀に生じる病気だ。極度に激しい運動をすることで一気に大量の筋肉細胞内成分が血中に溶け出してしまうと、腎臓が不要物を処理しきれずに腎機能が低下、尿の変色が起こる。あれ、ここは筋トレのしすぎで倒れたんだ。これに懲りたら。そうだね、次は3桁に抑えておくよ。負荷かけないと筋肉って育たないんでしょ。いや、何も分かってない。せめて適度に休め、筋肉が壊れるぞ。しかしこれはこのジムの利用者のヤバさの一部でしかなかった。そして次の日も俺はジムへ顔を出した。今日は隣に幼い少年もいた。君みたいな年の子も来るんだな。もちろん、高みを目指すためさ。高みか、やるじゃないか。俺、地元の野球チームで足引っ張っててさ、なんとか筋肉だけでも頑張ってつけてチームの力になりたいんだ。気持ちはわかる、応援してるよ。じゃあ俺はトイレに行ってくれ。君も適度なところで休むんだぞ。うん、でももう少しトレーニングで追い込んでからにするよ。お兄さん、ありがとう。彼も野球をしているならもっと話を聞いてやりたいな。そうすれば彼のモチベーションもきっと上がるはずだ。いや、もし君さんよければ俺が野球について教えてって、少年の首元にベンチプレスが落下していた。今助けてやるって、重い、何キロあるんだこれ。後から知った話だが、この時のベンチプレスは98キロもあった。スタッフ、おい来てくれ、スタッフ。いや、何寝てるんだ、起きろ。さらに幼い子供が危険なトレーニングをしているにもかかわらず、スタッフは何も注意していなかった。そして俺は2日連続で病院に来た。そして少年ことユウスケの命はすでに失われていた。モンスターが集まるジムにも程があるだろう。ユウスケ、どうして。申し訳ございません。あなたがいくら謝っても息子の命は戻ってきません。
それ相応の対応はさせてもらいます。すまない、俺がこの子の近くにいたにもかかわらず。いえ、すぐに発見できたのはあなたのおかげと聞きました。それにこの子の臓器はまだ健康です。必要な人に提供させてもらいます。息子の命無駄にはしません。お母さん、少年の母親の決意は固かった。後日ジムに行くとジムは閉まっていた。やはりダメか。残念だけどしばらく閉まるらしいぞ。なんでも利用者の親がジムを訴えたらしい。訴訟か、妥当だな。ジムに行けなかった俺は自宅にてトレーニングをすることにした。ジムも悪くないが、いろいろなことに巻き込まれすぎた。やはり家が一番落ち着くかもしれない。しかし危険はジムだけではない。あ、ゴムチューブがこっちに来る。とっさの出来事で俺は何も動くことができなかった。何の声だ。誰か救急車を。そのまま俺は緊急搬送された。目が覚めた時には顎と目に包帯が巻かれていた。なんでこう災難続きなんだ。しばらくすると医者がやってきた。目が覚めましたね。あなたの顎は砕け、眼球も完全に損傷していました。そんな、じゃあ俺の目は。残念ながら片目はもう見えないでしょう。義眼にて生活してもらうことになります。そんな、これじゃもう試合に。今は何とも言えません。しばらくは治療のことだけ考えてください。ここまで俺はまともにトレーニングをするどころかトラブルに巻き込まれてばかりだった。これはもう神がスポーツなんてやめてしまえと言っているのかもしれないな。気まぐれで廊下を歩いている時だった。しかしやめてから何をすれば。すげえ、あの選手片目見えないのにホームラン打ったぞ。すごい選手もいるものね。ん？そこには俺同様に片目を失明した野球選手が映されていた。ああ、なんて輝いているんだ。希望を失うなんて俺らしくないじゃないか。あのトム選手ですよね、ダヴィンチーズの6番の。ああ、そうだが。いつも試合見てます、サインください。トム選手の活躍で俺手術受けたんです。野球これからも頑張ってください。ありがとう。知らなかった。知らず知らずのうちに俺は誰かに希望を与えていたのだ。人は努力する上でトラブルに巻き込まれることもある。場合によっては命を失う人もいる、くじけてしまう人もいる。現に俺もくじけかけた。あの事故でもうダメだと思っていた。さあ続いてのバッターは治療を終えたトム選手です。ただその上でも希望を捨てないくじけない人間だけが成功の切符を手に入れるのだろう。打ったー、ホームラン。そして俺も不幸な末路をたどった人の励みになれたらそれでいい。